神聖な壁を疑ってはならん。いい品が揃ってるよ。また来てね。心臓を捧げる覚悟はできる。人類の未来のためだ。さあ、行くよ。トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。
そうか。では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい？いえ、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。逃げたりしねえ。俺にあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びできたよ。これより目標に向かう。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい？分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。できたぞ。よし、討伐完了だ。私も行くわ。すみません、これで検証を進められます。君もありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。が戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。
これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。補給したか。片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。壁付近だ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。あっちに強い巨人がいるのかな。すごい活躍ね。これがあれば逃げたりしねえ。新兵にしてはやるようだ。お前は新兵のおもりだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。行ってやれ。巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。
ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。やったぞ。討伐完了。まだまだいけるぞ。攻勢はしのぎ切ったようだな。し さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。アンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。やーりばい、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。やれるか。リヴァイと戦ってる巨人、面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。行け。
片付いたようだな。撤退するぞ。ニオン、新たな巨人が来ているぞ。面倒だな。さっさと片付けろ。ダメに決まってるだろうが。
任務は完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとはお前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ、もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。